T 先輩です。ノキタン。T 子だよ、ノキタン。溶岩地帯を越え、ホバリングを手に入れたところです。ああ、ここの曲がかっこよかったんだよね。森っぽくないノリの良さです。うお。落ちるかもとは思ったけど勇気した。乗ったら落ちるとか。乗ってないのに落ちました。逆に攻撃しやすい位置になるという。こんなところに王冠か。これは盗賊がいないと気づけないレベル。さすがに厳しいね。これで取れると、理不尽に落とされるようなものはなかったな。この先はわからないけどね。耳が尖ってますし、エルフの戦士でしょうか。男性かと思ってましたが、よく見ると女性ですね。そうかもね。動きは遅いから怖い敵ではないようです。特に何もしてこないよね。硬いだけだな。そうそう、ハイジャンプもあるし、ホバリングもある。ちょ、ループしただけか。いきなり無音になると焦ります。穴の前だし何かあるかと思ったよね。めっちゃ落ちちゃったけどいいのかな。あれ、戻された。なるほど、ちゃんと届いたよ。でも下にも道があったね。まあ行けるところまで行ってみましょう。うお、魔法使いタイプまで。橋かな。めっちゃ敵が多いな。敵が復活してる。それで多いのか。橋が落ちそうだけど、落ちないんかい。あの絵が出るとエリアをまたいだということか。おお、久々のクロス。ちゃんと見たのは久しぶりね。下の壁が壊せるかな。あのお金はどうせ消えるでしょうけど、マップ移動すれば復活すると思います。一度取るまでは復活するのはありがたいよね。なんで下の道があったんだ。ただの遠回り。お金の他にも何かあったのかしら。どうなんでしょう。これって引っ込んでないから踏んだらダメかな。ダメか。そりゃそうでしょ。上のあれが怖いけど、一番下まで降りてこないのか。真下を通過しても来ないね。しかも最後のやつだけちょっと休んでたぞ。見えてない時サボってた。なんか何もなく進んできてるから、見逃してないか不安になってます。まあ最悪アイテム集めは後でもできるから。そうですね、今は進みましょう。回復があったということはボス？違った。青い回復じゃないから違うのかも。あ、そうか、全回復じゃなかったな。え？時計。くっそー、久々に使ってやる。まだ十字架を一回も使ってないのに。短い運命だったね。だいたい3秒くらい。あ、お金も止まるのか。邪悪なものの動きを止めるような働きではなくて、単純に時を止めているんだな。でも味方は動けるのね。不思議パワーでしょうか。何の空間？お宝部屋。ふむ、悪くない。まあブーメランもいいんだけど、せっかく珍しい時計になったことだし残しておこう。そんなに見ないもんね。え？ブーメランになってる。
すぐそこにあったのに。なんだよー。さっきからサブウェポンが私をもてあそんでくる。勢いよく取るからよ。まあ正直な話、こういうハプニングは楽しいです。動画的には美味しいって。サブはあくまでサブですし、気まぐれに変わるのも悪くないですよ。まあね。音が消えるのやめてー。めっちゃ不安になります。処理が重いのかしらね。そうなの。罠が交互に。全回復薬か。はい。飛ぶ。飛べるの。どうやら飛べるみたいだね。まあ翼は生えてますけど、ここから落ちた時に入る場所だったのかな。あのセリフだとそうみたいだね。なるほど。確かに絶対届きそうもない穴でした。そうか、飛べるのか。嬉しい反面ネタバレに少々萎えてます。まあいいじゃない、すぐ分かったことなんだし。それもそうか。多分このボスを倒せば手に入る能力でしょうね。また胸元が開いてるなぁ。エルフの女王様でしょうか。確かにすごい胸だね。なるほど、あの時は効かないんだ。追尾するのか。でも攻撃は緩やかじゃない？そうですね、体当たりが怖いですが、この弾は避けやすいかも。あれ、単純な追尾じゃないな。さっきと同じ動きしてるよ。ほんとだ、まさかと思ったけど。なんだ、じゃあ覚えてしまえば簡単そうですね。サブでも解除できたりはしないか。この間は待つしかなさそうです。ふう、分かっているのに避けられない。そんなに特徴のないボスかな。慣れればね。攻撃タイミングがそんなにないですが、動きを追って攻撃すれば割と楽かも。いて。鍵が脳天に刺さってるみたい。よし、これでしょ。大丈夫、今君は輝いてるよ。来たー。本当に飛べるんだね。やったー。飛ぶというより連続ジャンプに見えますが、これで実質どこにでも行けるようになりましたね。いいねー。まあまずはここか。ダッシュからじゃないと遅いな。仲間はどうやって飛んでいるんだろう。シュール。おっと、どうやらこっちが新エリアだな。オッケー、じゃあここで終わりにしようかとも思ったのですが、さっき落ちたあの場所が気になるので、せっかく飛べますからもう一度見てみますね。それがいいね。戻ってきました。飛んでくださいと言わんばかりの場所ですからね。敵がすでに飛んでるし。
邪魔が入るとなるといいものを期待してしまいます。何かあるかもね。あ、時計と思ったら十字架になってる。せっかくなので戻しておきました。コインしかないな。たまに回復はあるけどコインがメインだね。コインがメイン。ちょやめてよ、そこに触れないで。へえ、下まで落とされるのか。連打しながら攻撃するのは難しいな。ほほう、これはいいものだ。ちゃんとあったね。毒っぽくなったけど大丈夫か。こちらが新エリアってことはないと思うけど。床が落ちそうで落ちない。結構続くね。あ、ついにお金が3000ドルを超えました。序盤の貧乏が嘘のようだな。一文無しの時もあったもんね。あの頃が懐かしい。音が消えたのは恒例のループ。間違って釜を取らないように。そうだ、せっかくだから使っておこうか。相変わらずすごい追尾ね。なるほど。もう2回3回攻撃するのは当たり前になってますから。追尾はするけど1回しか当たらないクロスは、いまいちに感じてきたな。そうか、1回しか当たらないもんね。弱い敵が多い時は強いけど、強い敵にはあまり効果的ではないのね。むしろブーメランの方が強いんじゃないかな。ついにそうなってきたか。よし、どうやら間違ってはなかった。ボスを倒してから救出までが遠いね。ほんとですね。ただ HP アップもあるから美味しい。もうすぐ1000に届くよ。強くなったものだな。よし、これで満足。じゃあ今回はこの辺で終わりにしましょうか。そうね。次回は迷路のような地下墓地っぽい場所に行きます。お楽しみに、ノクターン。また見てくれたら嬉しいな、ノクターン。